山口登る4月5日から1976年3月20日は日本の実業家であり、愛知県を主な販売エリアとする自動車ディーラー、愛知トヨタ自動車の創業者である。愛知県自動車配給社長、愛知トヨタ自動車社長、会長などを歴任した。1896年、愛知県碧海軍新川町に生まれた。1913年、 慶応義塾商工学校に入学した。在学中は慶応普通部の野球部に所属し、当主、キャプテンとして1916年の第2回全国、中東学校優勝野球大会に出場、投打に活躍し、優勝に貢献した。この時のチームメイト、ジョン・ダンはエドウィン・ダンの三男である。当時の大会は明確な出場規定がなく、 慶応小校5年ですでに20歳であった上に、慶応義塾大学野球部のレギュラー選手として、大学のリーグ戦にも出場していた山口が、同じ慶応グループだからという理由で出場を許されていた。慶応義塾大学理財会岡に進学するが、台湾政党の実業団にスカウトされて台湾に渡る。実業団では、岡田源三郎とチームメイトであった。大学中退後、 様々な事業に取り組むが失敗。1927年、山口は名古屋地区でゼネラルモーターズ社を販売する豊か自動車販売に入社した。しかし同社は以前からの訪満経営がたたり1928年に倒産し、経営を伊佐オ自動車販売に引き継ぐが、翌1929年には同社も経営難に陥り倒産した。山口は 経理責任者として、会社存続のため奔走したが、日本 GM の担当員であった、神谷翔太郎の援助もあり、日の出モータースとして会社は存続、山口は支配人として会社を運営していくこととなった。1935年、豊田自動食器製作所の豊田喜一郎に壊れ、同社自動車部門の販売担当に就任した神谷から山口に、 トヨタの販売店への転向を打診してきた。日の出モータース設立より気づいてきた信頼関係から山口はこれを快諾し、同年9月に GM の販売権を返上、トヨタの第1号ディーラー、日の出モータースが誕生した。こうして、同年12月8日には名古屋市中区東川丹町の日の出モータース本社で国産トヨタ号の発表会が開催され、 トヨタ車の販売が開始されることとなった。1939年に山口は名古屋トヨタ販売の常務取締役に就任した。その後、1942年、戦時統制により自動車が配給制となったことにより各県の自動車販売会社を合併させることとなった。愛知県では名古屋トヨタ販売、日産自動車販売名古屋支店などが合併し、 愛知県自動車配給が設立され、山口は、同社取締役社長に就任した。戦後、愛知県自動車整備配給は、配給制度の廃止に伴い、トヨタ自動車工業と契約、トヨタディーラーとして、営業を再開し、1946年9月には、社名を、愛知トヨタ販売と改めた。山口は、自廃から引き続き社長として、 愛知県内の販売網の構築に尽力した。また、同年11月、全国のトヨタ系販売会社46社によるトヨタ自動車販売店組合が創立されると、山口は副会長に就任。この後1950年、1961年にトヨタ自動車販売店協会理事長に就任し、1973年には会長に就任するなど、 全国トヨタ販売店のリーダーとして活動する。一方で、1961年には、愛知県自動車販売協会会長に就任するなど、自動車関連各種団体の要職を歴任した。所有馬のエイトクラウンが、阪神サ歳ステークス、ナルオ記念、宝塚記念を勝利し、法人名義ではナオキが、宝塚記念を勝利し、母子制覇を成し遂げている。また、 1953年に開設した中京競馬場の誘致にも関与した。ありがとうございます。